海軍将校の制服を着けた、ロイス・ケストリッツ公使、ハイン・リヒ32世、ハイン・リヒ32世、ロイス・ツー・ケストリッツは、ドイツの貴族、海軍軍人。最終階級は、海軍隊員。ロイス・ケストリッツ公使、ハイン・リヒ7世とその妻で、ザクセンバイ・マル・アイゼナ派対抗カール・アレクサンダーの、娘であるマリーの間の第一子、長男として生まれた。 ドイツ帝国海軍の士官となり、海軍中尉としての軍部の中で、日本や中国を含む世界各地を就航している。1906年には、私的にアメリカ合衆国を旅行し、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、そしてワシントン DC といった大都市を訪れた。ドイツに帰国後、1907年から1909年まで、ケロンの商業専門学校で学んだ。 在学中に研究を重ね、ビジネスでの成功や産業、商業活動に関する知識や関心を深めた。この時期に海軍を退役している。彼は商業専門学校教授クリスティアン・エッカートに指示し、エッカートとは1920年まで経済学に関する活発な文通を交わした。専門学校を出るとパリのドイツ大使館に勤務した。1900年より、 いとこのザクセンバイマルアイゼナ派大公、ビルヘルム・エルンツト及び母マリーに次いで、オランダ王位継承権、第3位の地位にあり、一時は不人気な、ビルヘルム・エルンツトに代わる有力な次期国王候補と、みなされたこともあった。もっとも、1909年に、オランダ女王ウィルヘルミナに、娘、ユリアナが誕生すると、王位を継承する見込みはなくなった。 1920年5月19日に、ドローンゲルビッツにおいて、リッペ公師、リドルフの娘、マリー・アーデル・ハイトと結婚した。しかし結婚生活は1年と続かず、1921年2月18日に2人は離婚した。この時アーデル・ハイトは、ハインリヒ32世の末程、ハインリヒ35世の子供を見ごもっており、2ヶ月後の1921年4月12日に、 ハインリヒ35世とブレーメンで結婚した。彼女は、その1ヶ月後の1921年5月26日に、ハインリヒ35世との間の息子ハインリヒ5世を出産している。この家族ぐるみの終分沙汰の後、ハインリヒ32世は再婚することのないまま、亡くなった。プリンス・ハインリヒクシーズ・ビジティング・ザ・ユーエス、28、オクトーバー1906 プリンスアズ、A ビジネスマン、ザ、ニューヨークタイムズ、28エープリル1907、ザ・ダッチ・スローン、ザ・オブザーバー、ザ・ダッチ・サクセション、ザ・ワシントン・ポスト、27エープリル1902、ハインリヒ・ア・ダーミー、ダイシュレシスカン・オージネマニー・レイント・ストチュン・ウント、バドイットン、ブレスラウ、バーラグ・フォン・プリボーチ、エス・ブック・ハンドラン、1888、 S16 リッペコーシルドルフは、リッペコ国説賞エルンスとツアリッペビースターフェルト、白爵の弟、最後のリッペコレオポルト4世の王子。ライオネル・ゴスマン、ブラウンシャツ・プリンセス、エース・タディ・オブ・ザ・ナチ・コンシエンス、ケンブリッジ2009、S65 ハインリヒ35世は1911年、ザクセン・アルテンブルク公師、アルベルトの娘で、 メクレンブルク地方ゼラーンの所領の女子相続人であるマリーと結婚したが、1921年のこの終分に際して離婚した。二人の間の一人娘マリーが若くして死ぬと、ゼラーン荘園の相続人には、プラシウマ伯爵家からの養子が迎えられた。ありがとうございます。